F 級駆逐艦はイギリス海軍の駆逐艦の艦級。e 級の紹介性型として1932から3年度計画で9隻が建造された。フィアレスをネームシップとしてフィアレス級と称することもある。イギリス海軍は1924の5年度より駆逐艦の建造を再開し、まず改め W 級駆逐艦をもとに第一次世界大戦の く訓や新しい技術を盛り込んだプロトタイプとして Amazon と a m b a s イ a d e を建造した後1927から8年度で量産型として A 級続く1928から9年度で紹介性型の B 級が建造されたまた1929から30年度では大型化して燃料の搭載量増加を図った C 級 1930から1年度では、対戦戦能力を強化した D 級が建造された。CD 級は好評であり、1931から2年度では、同級の艦砲を変更した E 級が建造された。そして1932から3年度では、同級を元にして、さらに、水雷兵器を改正した艦が建造されることになった。これが本級である。 日本煙突という基本構成は CEQ と同様である。機関構成も、おおむね EQ と同様で、アドミラルティ式3動型水管ボイラーを、タービンは、パーソンズ式、オールギアードタービンを搭載した。ボイラーを3室に分けて搭載したのも同様であるが、本級では、新しい軽量化ボイラーを採用したことで、機関部重量は20トン減少した。ただしこのためにやや、 トップヘビーの傾向となり、IQ に至るまで、復元性の問題が残ることとなった。方向兵器は EQ と同様で、艦砲は45口径 12cm 砲を、行角40度の両用砲であるマーク、セブンティン砲画と組み合わせて4機、また、対空兵器としては4連装 12.7mm 機銃を搭載した。一方、水雷兵器としては、 A 級以降の21インチ魚雷発射管の4連装2機装備が踏襲されたが、搭載魚雷は作薬量を増したマーク9に更新された。また1931年9月、これ以降に建造されるすべての駆逐艦にアズディックを搭載する方針となったことから、本級でもアズディックと対戦爆雷投射機が搭載された。なお従来の駆逐艦とは異なり、 大気雷専用の二足駆逐艦総会軍も閉載された。その後、第二次世界大戦が勃発すると、護衛駆逐艦としての改装が行われ、レーダーや両用砲用 FCS の搭載、20mm 基準の増設、また後部魚雷発射管をバーターにした45口径 7.6cm 広角砲の搭載による防空火力の強化。 ヘッジホック対戦迫撃砲の搭載、爆雷搭載数の増加がなされたほか、さらに、フォークナーでは3番砲の4インチ公格砲への、換装も行われた。他の艦級と同様、共同艦1隻を含む9隻が建造された。第2次世界大戦においては、3隻が撃沈され、1隻が全損判定により修理を断念し解体された。このほか、2隻が、 カナダ海軍へ一隻がドミニカ共和国海軍に引き渡されている。ありがとうございます。